ルディ・フェラーは、ドイツ出身の元サッカー選手。現在は、バイエル・レバー,クーゼンで、スポーツディレクターを務める。1977年、地元のクラブオフ・フェン・バッハでキャリアをスタート。その後、1860ミュンヘン、ベルダー・ブレーメンに在籍し、1982から1983シーズンには、ドイツ分で3が得点王に輝くとともに、 西ドイツ年間最優秀選手にも選出。ドイツを代表するストライカーとなった。奥寺康彦とはベルダーブレーメンで共にプレーした。1987から88シーズン、セリエ a ー a エースローマに移籍。ここでは通算198試合68ゴールの成績を残した。1990から91シーズンの UEFA カップでは、 ラウンド16のボルドー戦、準々決勝のアンデルレヒト戦で、それぞれハットトリックを決めるなど、同シーズンの大会最多得点となる10ゴールを決め、チームの同大会の決勝進出に貢献、決勝ではインテルに敗れた。同シーズンのコッパイタリア決勝のサンプドリア戦では、ファーストレグ、セカンドレグともに PK を決めて、優勝を果たすなどチームに貢献し、2014年に、 チームの殿堂入りを果たした。1992から93シーズンにはパパンの後釜としてマルセイユに移籍、リーグでは開幕戦となったトゥールーズ戦でのゴール、トゥーロンバール戦でのハットトリックを含め18ゴールを決め、リーグ優勝に貢献、後に取り消しされた。さらに UEFA チャンピオンズリーグではゴールこそ2ゴールで、あったが6アシストを決めて決勝進出に貢献。 決勝で AC ミランを破り優勝を果たした。同年にはベルディ川崎入りが決定したとの報道もあった。1994から95からバイエルレバー空前に移籍、ラストシーズンは32試合10ゴールの成績を残し、ブンデスリーが一部では232試合132ゴール、二部では111試合55ゴールの成績を残した。ドイツ代表としては、 1986FIFA ワールドカップでは3ゴールを決め準優勝に貢献。準決勝のフランス戦で1ゴール。決勝のアルゼンチン戦では後半開始から出場し1ゴール、1アシストを決めたが、2から3と敗れた。1990年ワールドカップイタリア大会では、グループリーグで3ゴールを決めるも、その後ノーゴールが続いたが、決勝のアルゼンチン戦では PK をダッシュ。 これを、ブレーメガ決め1から0で、勝利、1994年、ワールドカップアメリカ大会では、直前に代表へ復帰し、ラウンド16のベルギー戦で2得点を挙げた。ユーロには1984年、1988年、1992年の3大会で、プレイ、1992年大会では、グループリーグ初戦の CIS 戦で怪我を負い、帰国した。 ドイツ代表では通算90試合出場47得点を記録した。指導者としては2000年からドイツ代表監督を務め、日韓 W 杯では準優勝を収めたが、ユーロ2004でグループリーグ敗退と振るわず、その責任を取って辞任した。直後にフルスエースローマの監督に就任したものの、成績不振もあって、開幕からわずか1ヶ月で辞任。その後は、 レバー空前に戻り、スポーツディレクター職についている。ありがとうございます。